ここは今から数千年の昔、優れた文明を誇ったバビロニアの都ウルの遺跡である。いつの頃かこの廃墟には凶暴な妖怪が眠っていて、4000年経った日に目を覚まし、再びこの世に現れると予言したものがあり、以来難を恐れて人の足は全く途絶えていたが、年月が経つとともに予言はいつしか忘れ去られ、埋蔵された宝を狙う者が密かに現れるようになった。